紹介していくこのコーナー。さて今回はディアネームツナさんから僕らのところに普通のストーリーが届いています。ほいでは紹介していきましょう。ツナさんのお便り。私は去年会社を退職しフリーとして仕事をしています。会社や周りの人にやってもらっていたことを一人でやるのってこんなに大変なんだ、人に助けていただいていたのはありがたいことだったんだなぁと身に染みました。お二人が一人でやってみて大変だったことをどうやって乗り越えたかアドバイスをください。まあ一人でやるのは大変ですよ。何でもかんでも仕事でも遊びでも。そうなんですよ。本当にヤギハシ君がいてくれてよかったもん。モンスターハンターエクスプローはもうヤギハシさんがいないとダメっす。そうですね。もうさん付けですもんね。ヤギハシさんのもう職人ぷりが半端ねえっすよ。あのビンゴを埋めていく。そうですね。様が。そうですね。ね、今はね、話してたら、義務ですからって言ってましたよね。義務ではないよね。ビンゴを埋めるのは。そうなんですよ。やっぱこう協力してね、まあ協力でも何でもないですけど。そうなんです。八木橋さんが一人で埋めてるんで。だから僕よりも八木橋さんに聞いた方がいいような気がするんですけども。一人で。まあ一人でやるのはね、まあ大変ですよな。まあまあそういう意味ではですね、はいはい、私もフリーになりましたので。おツナさんのお気持ちはよくわかります。なるほど。一人で何かをやるというのは大変でございます。まあでも本当にそう、ゲームにおいてもですよ、はい、確かに誰かがいてくれたことによってより楽しめたりはしますね。まあそうですよ、仕事だって僕ら一人でできるわけじゃないじゃないですか。このチームがいてできるわけですから。うん、その通り、はい。ただね、やっぱね、一人の力っていうのがですよ、高ければ高いほどお互いに高い成果が得られるわけじゃないですか。そうなんです。一人力が高ければ高いほどより協力できると、うん、ということでですね、今回神谷さんに一人喋りに挑戦してもらってですね、神谷さんの一人力、こちらをリスナーの皆さんに見せつけてやりたいと思います。一人喋りとかあんまやったことねえからね。いや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 、でも神谷さん、うん、あなたはだってもう自分語り大好き野郎の称号を得てますよ、ね、自分語り大好き野郎にギリならなかったの、うん、その一個手前で止まってっから。一個手前、うん、それはちょっと前ですよ、ね、そうそうそう、おしゃべり大好き野郎だから。おしゃべり大好き野郎、まだギリギリそこで止まってんだよ。おしゃべり大好き野郎から今なろうとしています。いやなってねえし。神谷さんは自分語り大好き野郎に、それすげえ嫌なんだけど。ランクアップです。あ、本当ですか。ランクアップ、はい、ダウンじゃねえの。なんだったらクラスチェンジですよ。嫌なんだけど。それぐらいのもんですよ、これはね。ああ、なのでですね、僕はですね、これからスタジオ出ます。は、私はディレクターをやります。は、僕がスタジオから出て行って、はい、あちらのディレクター席へ行きます。はあ、ディレクター席からトークバックをしてマイクでこのね指示を出します。トークをする。まあ、この番組ディレクターが指示するってことほとんどないですけどね。ないですよね。それはだって二人いるからですよ。ね、あ、でも一人だったら、うん、やっぱりこうディレクターの指示をもとに、はい、トークを組み立てていこうってこういうことかい？そう、そういうこと。それができればですよ、一人力アップです。さすがに一芸ラジオ学科だっけ？そうです。あとね、ラジオディレクター学科だっけ？放送学科、ラジオ制作。マジか。ラジオ制作実習コースです。本来行こうと、していた道だね。そうなんです。僕のこの、ディレクションを受ければ、あなたの一人力はもう、凄まじいほど上がります。マジっすか。プラスチェンジしますから、自分語り大好き野郎に。それ嫌なんだけど。プロ自分語り大好き野郎になります。まあ、プロがつけばいいのかな、はい。というわけでですね、私、ディレクター席の方へ行ってみたいと思います。はい。わかりました。よろしくね。よろしくね、亀井ちゃん。ディレクターって、僕のことを神谷ちゃんっていう人いない。そういうディレクター見たことないんだけど。あ、ほんと小野くんは向こうに行きましたね。こちら準備いつでもいいですよ。ディレクター頭かきむしってるけど大丈夫かな。あいつテンパってんじゃねえかな。大丈夫、神谷ちゃん。あ、聞こえる。はい、聞こえます。準備 OK？ だからこっちは準備できてるっつってんだろ。おーおー、じゃねえよ。じゃあ早速行ってみましょうか。はい、亀井ちゃん。はい、ディレクターの小野 D です。わかりました。それが言いたかったのね。よろしくお願いします。小野 D じゃなくて小野 D ね。はい、今から収録始めますよ。はい、はい、じゃあ前テーマから入ります。ドン。神谷博士のディアガールストーリーズ。
です。近畿北、はい、なんか最近ですね、まあ、暑くなってきましたね。まあ、夏前なんで、まあ、暑くなるのも当然なんでございますけれども、僕この時期がなんか最近一番好きだなっていう風に思うようになったんですよね。夏がすごい好きなんですよ。でも夏が始まっちゃうとやっぱ夏終わりだなっていう風になんかこう終わりを感じさせるじゃないですか。でもこう夏至までのこう日が長くなっていく過程を楽しんでいくのが一番いいんじゃないかと。なおかつ、まあ、こう梅雨前の雨がこう降らないね、こう温暖な時期、そのトークから、好きなおっぱいの話、好きなおっぱい、そのまあこう日が長くなっていくとですね、やっぱ暑くなっていきますし、こうね、こう着ていくものもだんだん薄くなっていくじゃないですか。そうするとこうね、女性の、なんだか衣服もね、その調子、女性の衣服もね、こうだん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 こう薄くなっていったりなんかして、こうよりね、冬場よりもおっぱいの形が分かりやすいんじゃないかな、なんつってその話は来たから、次行って、次のトーク行って、次のトーク行って、まあ、そんなこんなでね、もうすぐ皆さん暑い夏がやってきますけれども、その前にですね、陰鬱なこう、梅雨の時期を過ごさねばなりませんので、まあ、こう暑くなったり寒くなったりしますので、体調の方を崩さないように皆さん気をつけてくださいね。ビローンいいよちゃん髪、うん、はい何この変な音これなんか、これあれか、みんな爆笑してるよっていうリアクションの音をディレクターが今入れてくれたのね。いや、ほんと申し訳ないですね。爆笑トーク、毎週ね、こんな感じでお送りさせていただいておりますけれども。なんで俺撃たれてんのわかんねえけれども。ちゃんがみ、ここで、はい、ここで重大発表行くよ。重大発表行くよ。オノディDMM ドットカード1万円分あげたら何本映像作品を買うかを予想、10本。当たってたんだじゃあちょっとこうセールになってる980円みたいなやつを10本買うんだな、あいつはな。そのトークからおっぱいそのトーク、どんな映像作品見てんのかな。やっぱ、オノ D はあれだよね。引くほどの巨乳好きだから、それ先に買っちゃうのかな。また歌えた。曲振り一番好きな洋楽をかけて。一番好きな洋楽。ということで、まあ、今週もね、僕の、一番大好きな、洋楽をかけるというところからスタートしようかなと思っておりますんで、皆さん聞いてください。レッドツェッペリンで、移民の歌。ああごめん、ないわ。何ごめん、ないわ。ライバルになかった。ごめん。なかった。今、セリフになりましたけどね。実はないということで。じゃあ、最後に、お別れの一発ギャグやって終わって。お別れの一発ギャグ。お別れ一発ギャグ。お別れの一発ギャーグ。おっぱいを買う。お別れ、おっぱい、ボインボイン、挟まれ、早くね、まだ、落ちちゃった。また来週、バイバーイ。お疲れちゃーん。お疲れちゃんじゃねえよ。おい。ブラボー。ブラボーっていうか、オノディさ、はい。お前からの指示がさ、はい、ほとんどおっぱいなんだけど。おっぱいを絡めてしかないんだけど。おっぱいを絡めてっていう指示しか出んだけど。いやいや、もうラジオの前のボーイはもうみんなもうあれですよ。リアガールストーリーズ。ほぼね。リアガールストーリーズ。何？リアガールストーリーズ。リアガールストーリーズ。たった一人のあなたのためにですよね。よかったよ、洋楽。本当ですか？レッドゼペリン。移民の歌よかったですか？移民の歌好き。ただなかったらライバルになかった。無理だった。もうぶっ飛んだ指示ばっかりびっくりしましたけれどもね。ねこれいつか逆バージョンあります。ということで、ツナさん、フリーになってもお仕事頑張ってくださいね。